札幌一番で即席塩つけ麺を作っていきます。沸騰させたお湯へ札幌一番の麺だけ投入したら、規定時間茹でザルで湯切りします。器にお湯 200ml、 塩ラーメンのスープの素、ごま油大さじ1、おろしニンニク2センチを混ぜます。お好みで付属のごまや刻みネギ、ゆで卵を添えていただくのもおすすめです。余ったつけだれはお湯で割ったら締めのスープにもなるので、ぜひお試しください。札幌一番でウインナー塩ペペロンチーノ風を作っていきます。まずはソーセージ1袋を半分にカットしたら、水 250ml をフライパンで沸かしていきます。札幌一番塩ラーメンの麺だけを投入して、カットしたソーセージを投入したら麺をほぐしていきます。水分が飛んできたら弱火へ切り替え、付属のスープの素を半分、濃厚ミチ、おろしガーリック、鷹の爪をお好みで投入し、全体を和えていきます。残りのスープの素はお湯に溶いて即席スープにするのがおすすめです。札幌一番でトマト塩ラーメンを作っていきます。お鍋にトマトジュース 200ml と水 200ml を混ぜたら中火で加熱。いい感じに沸いてきたら、札幌一番塩ラーメンの麺とスープの素を投入し、表記時間茹でていきます。器へラーメンを盛り付けたら、粉チーズをこんもりと盛り付け、お好みでパサリっぽく見せる青のりパッパで完成。書籍発売中です。